どうも、ねずっちです。渋谷のハチ公前にですね、喫煙所があったんですけども、去年11月に撤去されたんだそうです。するとですね、喫煙所のあったあたりにですね、大量の吸い殻がポイ捨てされてるという記事が出てましたね。これは結構賛否両論ありましてね、灰皿を撤去しちゃうからだという意見とですね、ポイ捨てってね、もうマナーの問題だと、ポイ捨てするのは考えられないという、両方のね、意見があるみたいなんですけど、なんかね、どっちもまあわかる気はするんですよね。喫煙所があればみんなそこで吸うのにっていうこととね、あとポイ捨てはマナー的に絶対やっちゃダメだっていうね、それはもう当然ですよね。ただ一つ僕は思うのはね、撤去しすぎなんじゃないかなと思いますね。昔はね、駅でもタバコ吸えましたけども、未だにね、駅の売店でタバコ売ってるのに、吸うところはないとかね。まあ駅の周りにしてもそうですよ。どんどん喫煙所っていうのはなくなってってますから、喫煙者が追い込まれてるのかなという気はしますよね。ただこれタバコ吸わない人から見たらね、全然ね、関係ない話ですから、両者の溝っていうのはもっともっと深くなっていくような気がします。これが本当の犬猿の仲ってね。ねずっちです。決まったね。じゃあまた。